皆さんこんにちは。日本聖書協会リモートインタビュー、今回はクリスマススペシャル番組としてお送りいたします。進行役を務めさせていただきます、私久米沙織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。来年3月に日本聖書協会発行のみんなの聖書絵本シリーズ完成10周年の節目を迎えます。そこで今日はこの絵本聖書に関係の深いお二人の方をお招きいたしました。お一人は絵本画家、風景画家の藤本史郎先生です。埼玉県の嵐山町のご自宅とおつなぎしています。藤本先生、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてもうお一人はデザイナーの杉田博さんです。杉田さんは山梨市のご自宅とおつなぎしています。杉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。緊張してます。はい、私も緊張してます。で、お二人のお住まいのご様子などもちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、お二人はもともと東京にお住まいになっていたということですけれども、現在は嵐山町と山梨に移られていらっしゃいます。ちょっとそのあたりの様子を伺いたいんですけれども、教えていただけますでしょうか。私の方から。はい、藤本先生、よろしくお願いします。はい、28年前くらいに、ちょうど杉田さんが東京から山梨に移られた同じ年のようですけれども、東京都練馬区大泉学園に約36年間住んでいたんですが、バブルの頃に2年間家賃上げないから2年後に出てって言われまして、それで当時私が池袋の金見町にある熊谷森和美術館に週に1回人物のクロッキーの練習に行ってたんですが、そこに来ていたやはり大泉 の, 不動産屋の奥さんがお友達と来ていらっしゃったんですけれども、紹介してあげる、いい情報があれば流してあげるって言ってくださって、で今のところを紹介していただいて、あまりよくちゃんと調べもせずに移ってきましたが、非常に自然豊かなところでとても気に入ってますし、5年後にはこの辺りを入れた風景画の本、田舎暮らしの水彩画という本も出しました。ありがとうございます。嵐山町と書いて何とお読みするのかなと思います。そうですね、嵐山町です、はい、近くに京都の嵐山にいた嵐山渓谷というのがあるんですね。やっぱりつながりがあるんですね。そうですね、ありがとうございます。では杉田さんもいかがでしょうか。はい、今回ね、藤本先生は28年前ということ、私も28年前なんですね、山梨に移ってきたのが。で当時は東京の恵比寿に借家住まいしてまして、私は仕事場が駅の近くにあったんですが、杉田幸子さんとちょっと今回は身内なんですけど呼ばせてもらいます。杉田幸子さんがやっぱり仕事場がちょっと手狭になってきたので、もうちょっと広いアトリエっていう希望がありましたね。で、私は田舎志向、天文趣味とかいろいろあって、一番大きかったのはやっぱりパソコンがちょうどその頃からデザインに入ってきたっていうことで、まあ遠くにいてもできるだろうっていう、そういう考えもあって、で相談して山梨の方に移ってきました。それから移ってから20年ほどは私は終日月曜日から金曜日はずっと東京でまだ仕事をしてまして、週末金曜日になると帰ってきてまた月曜日東京に戻っていくっていう、そういう生活を20年ぐらいしてました。まあ、杉田幸子さんはずっとこちらでアトリエも広くなったのでゆっくり絵を描けたと思います。はい、今は私はリビングにおります。はい、後ろが杉田幸子さんの仕事場でしたけれども、今は私のパソコンを置いて仕事場になっちゃってます。はい、さぞかし今頃の山梨市のお星様というか星空はどのくらい綺麗なんだろうと思っていましたけれども、美しいでしょうね。そうですね、私はとにかく裏山に登ってすぐ星の観測とか写真撮ったりとかはできるのでありがたいですね。はい、ちょっと余計なことかもしれませんけど、杉田さんのお家には天体望遠鏡があります。
趣味ばっかりです。はい、ありがとうございます。くしくもちょうど同じ時期に東京からお二人とも自然豊かな今のお住まいに移られたということですけれども、杉田さんのご出身は今藤本先生のお住まいの嵐山町というのも不思議なつながりが、ありますよね。ということで今日は3箇所をつないで進めてまいります。私はお二人と今回初めて画面越しですがお目にかかりました。絵本聖書の刊行が始まった当時2008年頃は日本聖書協会の親善大使としてイベントに出演させていただいたり、また絵本聖書を朗読してスタジオ録音したりと、絵本聖書に間接的に関わってまいりました。久しぶりに招かれてこうして進行役を務めることになりました。藤本史郎先生は2008年から刊行された日本聖書協会発行のみんなの聖書絵本シリーズでは旧約シリーズの作画を担当されました。また杉田博さんはデザイナーとして、みんなの聖書絵本シリーズ全体のレイアウトや想定全般を担当されました。そしてお連れ合いの杉田幸子さんが新約聖書のシリーズの作画を担当されました。杉田幸子さん2011年絵本聖書が完成した、翌年の2012年1月に展示されました。私はアニメーションの世界で仕事をしていた時期が結構長かったんですが、東京オリンピックの少し前ぐらいに東京の虫プロダクション手塚さんの虫プロダクションっていうところで、鉄腕アトムの劇場映画を作るお話があって、それのタイトルバックのデザイナーとして入ったんですが、それ以後虫プロで11年、その後しばらくしてからテレビでやりました漫画日本昔話の演出であるとかキャラクターデザイン、あるいは美術、あらゆることをやりました。しかしもともと私はどちらかというとアニメーション映画、今アニメーション映画の全盛期と言っていいと思いますけれども、アニメーション映画よりは絵本など、あるいはまたその風景画家として画家の道を歩みたいということで、独立して、それから以後現在に至るまで、さまざまな仕事をさせていただいております。それでその頃から教会のある牧師さんご夫婦に紹介されて、聖句カードの絵であるとか、あるいはその聖書紙芝居の絵などもやらせていただいておりました。私は子供の頃田舎の教会で、日曜学校に通っていましたけれども、その頃聖句カードをいただくのがとても嬉しくて楽しみでした。でまさかそういった仕事を今大人になってからやるとは全く想像もしていませんでしたし、本当にそれをやれることがとても私の喜びの一つとなっております。でまた今回、聖書絵本をですね、新約聖書を杉田幸子さんがおやりになると、で彼女と私は同じ日本児童、美術家連盟という団体に所属しておりまして、前から存じ上げておりましたが、そうやってご一緒にこの聖書の絵本の仕事をするということができて本当に嬉しいことでした。私はちょっと畑違いなんですね。最初は上京しまして、しばらくは私公務員生活をしていました。ただその頃どちらかというと広告業界で、アメリカから入ってきたグラフィックデザインというその職種があって、それを知ってものすごく魅力を感じたんですね。もともと絵も好きだったので、それでもう山たちもたまらず公務員辞めまして、現場という要するに印刷関係から入っていくのがいいかなというふうに思って印刷会社の方に転職しました。でそれから4社ぐらい転々と職種をいろいろ変えましてですね、で最後にデザイン会社に何とか潜り込んだんです。でそこでデザインを一から覚えましたね。でその会社が電通の仕事を請け負ってましたので、ものすごいいろんな業種とかですね、覚えました。それがやっぱり元になってますね、今のデザインの。
でその後独立しましてフリーランスで6年ぐらいフリーランスをしまして、でその後今の自分の会社を作ったんです。私の専門はどちらかというとですね、セールスプロモーションといって販売促進の企画制作が実は中心なんですね。で、まあ、その後エディトリアルとか、まあ、今ウェブ関係もやってますし、デザインということがあるとどこでも顔を突っ込んじゃうという現場がものすごく好きなんですね。でこれは今も現場が一番好きで、物を作るっていうのが一番好きな、そういうことで続いています。ありがとうございます。さて、みんなの聖書絵本シリーズについて簡単に振り返ってみたいと思います。2008年4月第1巻の世界の始まり、続く5月に第2巻の少年イエスと洗礼者ヨハネからシリーズが始まりました。旧約の絵本の絵は藤本先生が担当されて、新約の絵本の絵は杉田幸子さんが担当されました。そして2011年の3月の世界は新しくなるまでの全36巻、毎月1巻ずつ3年間刊行されました。旧約と新約は一部の例外を除いて大体交互に毎月刊行され、旧約が17巻分、新約が18巻分、そして旧新、両方に関わる最後の第36巻となっています。絵本聖書には聖書の中のよく知られている物語が網羅されています。また、各年の12月にはクリスマスの物語にちなんだシリーズが発行されたり、1年目の2009年3月には十字架の道、3年目の5月には教会の始まりからペンテコステなど教会の暦も意識されたものとなっています。そして2011年3月に完成してから来年3月にはちょうど10周年目を迎えることとなります。はい、それではまず藤本先生から10年前を振り返ってみていかがだったでしょうか。毎月1巻発行されるっていうのはとても大変なことではなかったかと想像しますけれども、いかがでしたでしょうか。そうですね、確かにかなり厳しいスケジュールだったかなというふうには思います。まあ一つはそのもう10年経ったのかっていう時の速さも感じますし、当時は思い出しますとやはり本当に一生懸命杉田さんもそうですし、よく頑張って描いたような気がいたします。で、まあ私の場合には旧約聖書をやったそのお話すべてをよく分かっていたというか読んでいたわけでもなく、いくつかのお話は初めて読むお話でもありました。で、そういう意味では非常にこの仕事を通して私自身が旧約聖書を学ばせていただいたという感じがいたします。で、まあ、絵描きとしてはですね、まず一つ一番大きな問題として思うのは思ったのは一度も行ったことがないパレスチナ、イスラエル方面が舞台になるわけで、まあ、時代は違ってもそこでいろんなドラマが繰り広げられると、それこそアブラハムなんかはウルを出発点としてずっとこう旅をするわけですから、でそういった土地柄と日本で今私が住んでいるところとは全くある意味違うだろうと思いますね。まあ、そういう意味では全くその想像 を働かせるしかちょっとない。でもちろんその写真資料とかいろんな資料を用意してくださって、それを元に参考にしながら描くわけですけれども、まず最初にそのことが大変大きな、まあ、ハードルでもあったし、ただ逆に行ったことがないというか経験したことがない、まあ、時代もうんと、まあ、昔であったりするわけですから、いろんなその想像力を働かせる。例えばノアの箱舟は、どんな形だったかしらとかですね、それからヨナが飲み込まれる魚ってどんな魚かなだったかなとか、まあいろんな空想をさせられ、働かせるというか、想像することができて、でそれが逆にひょっとしたら見てくださる方に大いに関心を持ってくださる要素にもなりうるかなという。そういう感じがいたしました。で大変そういう意味では楽しい仕事であったと思います。
全ての作品が皆さんにとって十分納得できたかどうかはちょっと分かりませんが、まずとにかく関わったものとしては非常にいい仕事をさせていただいたなという印象を持っております。それとダビデが戦ったゴリアトのその大きさがどれぐらいだったかなっていうことで、まあ実はその書き直したんですけれども、最初はそのちょっと、ダビデと比べてめちゃくちゃ、ゴリアトが大きすぎてですね、後でその杉田幸子さんからちょっとこれ大きすぎるんじゃないって言われて、今の絵本になるゴリアトの絵にいたしました。そういったこともあって和やかでとても楽しい仕事だったとも思います。続いて杉田さんはデザイナーとして、また当時の幸子さんのお仕事もご覧になられていたと思うんですけれども、どのようなお感じだったでしょうか、教えてください。ですね、まあ、私はずっとその頃は東京で終日は仕事してて、杉田幸子さんは家で絵を描いてるっていう生活ですね。で実は一緒に仕事をしたっていうのはこの時が初めてです。そういう意味では絵描きとデザイナーっていうその、まあ、住み分けをしながら一緒に仕事していったわけですね。傍から見てるとやはり絵描きさんが毎月毎月まあ新旧が出ていくわけで、お一人にとっては2ヶ月にやっぱり1冊絵を挿絵を全部描くっていうのはこれは相当大変だったというのはもう身近にいても思いました。ですから題材が聖書ですので、しかも世界が全部知っていますので、この物語っていうのを時代考証などかなりやっぱり気を使って、事前に随分スケッチを描いてました。新約聖書の場合にはこの17巻の物語で、12弟子が、まあ、かなり毎回出てきますので、12弟子のキャラクターっていう意味では事前に随分スケッチを起こして、それぞれのその個性っていうかそれを書き起こしてましたね。で、主イエスはどういうわけかその前から随分書いてましたので、自分の頭の中ではもう主イエスはこれでいこうっていうのがあったというふうに言ってました。私自身はデザイナーの立場で言うと、毎週聖書教会さんにお邪魔して3年間はもう銀座通いがもう定着しましたですね。それで週末帰ってくると実はですね、その3年間って本当に絵本の話がこう夕べの話題になるっていう感じで、そこでこうなんていうのか、お互いの領域を照らし合わせたりとかしていました。ちょっとこれはですね、今探してきたんですけれども、当時書稿を出すときにダミー本を作るんですね。これ36巻すべてダミー本を作って、で聖書教科さんに持っていくのと同じものを家に持って帰って見せて、そうするとなかなか銀座に出ていけない杉田幸子さんにとってはかなり毎週情報が入ってくるっていうことで良かったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。デザイナーの立場で言うと、やっぱりこれは全体を通してシリーズですので、そのフォーマットとかそういうその流れっていうのをきちんと全体を通してのことを考えなくちゃいけないっていうことプラス、あとそれぞれやっぱり一冊ずつも個性がありますので、それも大事にしたいっていう、非常に難しいけれどもものすごく楽しい、しかも絵本、聖書の絵本ですので、非常に良かったと私は思ってます。旧約は随分読み込ませて、この時に読んだおかげで旧約聖書って大好きになったように思います。そんなところです。はい、ありがとうございました。本来ならばこの場には新約シリーズの作画を担当なさった杉田幸子さんにもおいでいただきたかったところですけれども、全巻完成の翌年2012年1月に天国に召されました。さらに翌年の2013年6月にはお住まいの山梨市のお隣
甲州市のぶどうの丘美術館で回顧展が催され、絵本聖書だけでなくたくさんの作品が展示されています。杉田さん、振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、その亡くなった年の実は秋に、あの銀座の教文館さんのギャラリーで絵本の原画展をやったんですね、秋に。でそれをやっていた時にですね、やっぱりこれは杉田幸子さんのその動画全部見せたいなっていう思いが大きくて、ただ作品が大きかったりとか随分たくさんあったので東京には持ってこれないなと思って、でやっぱりこれは地元かなということで美術館を探していたら、ぶどうの丘美術館が、次の年の6月に1ヶ月空いてたので、そこを申し込みまして、でそれから翌年から準備を始めました。はい、この翌年の1月からはちょっと私ももう仕事はちょっと半年全部ストップして、作品の整理を兼ねて随分準備しました。この時はですね、2フロアをお借りしましたので、1階が作品動画関係の作品を多く展示して、で地下フロアがありましたので、そこにはどうしても聖書絵本の原画を何かの形で、並べたかったんですね。でもう完成されてましたので、聖書の順番に旧約聖書から順を追って並べていくっていうことができました。でこの時は藤本先生から旧約の原画をお借りして全部並べました。これは初めてこういうことやってよかったなっていうふうには思ってます。とにかく山梨ですので遠いですから来てくれた方が楽しんでいただけるようにいろいろ見せるものを随分準備して頑張って用意しました。でその時にデータとかですね、そういったものも全て整理したので、あこれはちょっといい機会だからっていうことで杉田幸子さんの作品集も作ったんですね。それは絵は生きる喜びっていう、まあ、作品集というよりはちょっと思い出みたいなものも一緒に入っている、全体のその、描いてきたものを紹介するような本です。それは今作って本当に良かったというふうに思ってます。でそれからもうだんだんこう絵を整理していってですね、で杉田幸子さんはカードがすごく好きだったので、クリスマスカードとかそれから御言葉のカードとかそういったものをだいぶ作り始めて、でその勢いで、今のインターネットのネットショップの通販のショップを、3年前にオープンして、今そこでもいろいろ作品を皆さんに見せながら販売できるようにしています。ちょっと PR っぽいなんですけど、そんな感じで思い出しました。杉田幸子さんは先ほど申し上げました同じ美術団体にいたんですが、同時に非常にこうなんていうか信仰深い神様に直接こう向き合っていらっしゃった方だなという印象を強く持っています。で何より彼女が描く天使の絵 の, 素晴らしさとかクリスマスの絵、あるいは聖書絵本ではさまざまな人物が弟子たちがイエス様をはじめ弟子たちも出てくるわけですけれども、なんて言うでしょうね、いわゆる童画、わらべ画という字を書きますけれども、そういうその子どもの心を持ったその絵を描ける画家だったなという感じがしています。非常にそういう意味ではとてもそれは絵本を見る子どもたちにもストレートに伝わるんじゃないかなっていう、そういう印象を持っております。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。視聴者プレゼント企画は今回が最終回となりました。春日泉先生の歌集8月の耳にご応募いただき当選された3名の方々を発表いたします。
カープ女子さん、早尾さん、マシューさん、以上3名の方々おめでとうございます。プレゼントの到着をどうぞ楽しみにお待ちください。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Facebook もやっています。今後のイベントの詳細についてはこちらでもお知らせしていく予定ですので、フォローいただければ幸いです。